広島、湯崎秀彦知事、検査で論理破綻本日放送されたテレバサヒのモーニングショーの中で広島県が60万人規模の大規模な PCR 検査を実施してしまった問題で広島の湯崎知事が次のような発言をしてしまいました感染者数がこれだけ上がってきますと検査だけで止めるというのはなかなか難しい状況になってきていると思うとなっておりまして湯崎さん、相変わらず 言い訳じみた発言をされておられますが、そもそも感染状況に関係なく、検査だけで感染拡大を抑え込むのは不可能であると、国内の専門家からも指摘がなされており、また海外において大量の検査を行っても、感染拡大が続いているという事実がございますので、このような広島県の大規模検査は、明らかな失敗、失勢であると言わざるを得ません。 まず広島県には、こういった検査に関する、また感染症対策に関する誤解が生じないように、県民の皆様に対して改めて基本的な感染症対策の徹底を呼びかけていただき、また大規模検査を行ってしまったのであれば、そういった検査と感染症対策について、データが、実際にですね効果があるのかどうか、データが集まっているはずでございますので、 そういった大規模検査について科学的に分析をし、その効果についても責任を持って公表していただいて、このような問題が繰り返されないように、まあ、本来は検査ではなくて、確実に感染症対策に効果があるワクチン接種を優先すべき段階で、まあ、このような問題が 引き起こされてしまったという事実もございますので、繰り返しになりますが、広島県としてこの大規模検査、科学的に失敗であったと、証拠に基づき認めていただき、今後、国内において同様の問題が発生しないように、広島県としても責任を持って対応していただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました